これをご老つきて里いしたもうほどお恩遊びなどもあらまほしけれど八月は古全貌のお恩気づきなれば心もとなくおぼしつつ秋くるるにこの花の色を勝る景色どもをご老ずるに野脇例の年よりもおどろおどろしく空の色変わりて吹きいず花どもの塩るるを糸 多しも重い暇の人だに花割なと思い騒がるるをまして草むらの露の玉のを乱るるままにお盆心惑いも死ぬべくおぼしたり覆うばかりの袖は秋の空にしもこそ惜しげなりけれ暮れゆくままに物も見えず吹き迷わして糸をむくつけければ見越しなど参る 参りぬるに後ろめたくいみじと花の上をおぼし嘆くでこのこんな秋の景色などをご覧になってそして秋好む中宮は里下がりしていらっしゃる間ちょうどこのコロホイ還元の総額なども あってほしいところだけれども、しかし8月という月は亡くなられたこの中宮の父父上ですね、えー、六条の宮淀所のご主人であった古禅坊 亡くなられてしまったおたし様のお亡くなりになった月だからして心もとなくお思いになりお思いになりして時をお過ごしになっている折から。 この花の色をまさる景色どもをご覧に,なにつけてその年は秋の暴風が2二0十日前後のあの暴風のことですそれを「野秋」「野を分けるように激しく風が吹くから野秋」というわけですがその「野秋」の風がいつもの年よりも どろどろしくものすさまじく空の色変わりて吹きず。野脇っていう名前は優しいですけどねしかし台風のこと花どものしおるるをせっかくの,その庭の花なんかがしっかりしおれてしまうのを 差しも重い島の人だにそういう,う草花の風情にそれほど心を感動することもない人であっても花終わりなと思い騒ぐるをああむやみなことだと心が思い騒がれるものを増して草むらの つゆの玉のを乱れるままにおん心惑いも死ぬべくおぼしたりまして秋子のむ中宮のお心では草むらのつゆの玉の玉のってな玉を紐で貫いてある で通してある、それが玉の尾ですね。そしてそれを玉能の,の命とかういうふうな連想に働かせるわけです。それから玉は魂であって人の心あるいは魂であるわけですからその玉を貫いている。 玉をいくつもつないでいる玉能が乱れるということは心が乱れるということでもあるわけです、うん、まして草むらのつゆを玉に見立ててそして草むらのつゆの玉能のを乱れるままに草むらに置くつつゆが、ゆの玉能のが乱れる つけて御恩心惑いも死ぬべくおぼしたり玉のうが乱れると玉が乱れて心が乱れるわけですがそのように中宮は野脇の風の激しさに御恩心惑いもなさるべく心を尽くしてお思いになった。 覆うばかりの袖。ここも引き歌があって五泉州の春の薪の歌ですが「大空に大ばかりの袖もがな」「春咲く花を風に任せじ大空に大ばかりの袖もがな」「大空に」えー 周りのものを覆い尽くしてしまう大きな袖があってほしいものだ。そうすれば春咲いてすぐ散っていく花を風には任せないで長持ちさせられるものを長く咲かせておけるものをというふうな歌ですけれどもその覆うばかりの袖空を覆うばかりの 大きな袖それは春の空に欲しいだけじゃなくって野脇の,の服、秋の空にも空にこそ欲しい感じのすることである。暮れ行くままに物も見えず辺りが暗くなっていくにつけて。 この暮れゆくたびたび言うように一番元の感覚は暗くなるということですから暗くなるのが暮れゆく日が暮れるのもあたりが暗くなるよくに暮れるなんていうのもよくに目が眩むこと目が眩むっていうのは 濃い、ね、ゆえの闇っていうのと同じように暗くなること辺りが暗くなっていくにつけてものの姿形にも見えなくなって嵐がすごく忌って。 凄まじい状態になったからして未公私など参りぬにあの公私を下ろして今しわけですね、えー、雨風を防ぐために上へ上げてあったその孔子を 棒を引いてそして、えー、下ろすわけです。うん、御殿の講習を下ろしたところが後ろめたくいみじと鼻の上をおぼし嘆く。もう外の洗剤の 状態が見えないわけですから、そして外では激しい風が吹き荒れているわけでいかにも気がかりでひどく花の上を思いになって情けないことだとため息をついていらっしゃる。